ああ来たよ、ね、ジャニーさんの性犯罪について BBC で取り上げられてましたが、1知ってた、2知らなかった、3自分も似たようなことしてた、どれが近いですか。はい、3おい、だってそうじゃん。あ、もういい、わかったわかった、もうみんな大体知ってるから、はい次、はい大体似たようなことって似てるようでかなり似てないんですよ。何何だって何俺、はい、じゃあ次行きましょう。ダメダメダメ、次行きましょう。ジャニーさん悲しいです。うん、俺もあの BBS なんで死んでから、いや、なんで死んでからやるのって俺は思ったし、亡くなってからやるのかって思ったし、それに亡くなってから答えている男の子たちも、じゃ生きてる時に言えばって思ったし、いや別にそれ本当だとしても俺はそう思うよ。俺だって一番尊敬しているエンターテイナーはジャニーさんだって何回も言ってるからさ。はい、次来た。亡くなったからできたってジャニーさんのこと、でも亡くなったからやるってずるくね、うん、俺でも死んでもあんまりやられることないな多分。生きてる時は圧力があるから、いや文春がやってたからね。まあ文春新潮週刊誌、言いたいことを、彼らも一生懸命調べてやってます、彼らも家族もいるでしょう、だから仕事だからいいけどさ、俺にも家族もいるしさっていうところは彼らたちは分かんないっていうか、まあ人がどこに飯食いに行こうと勝手だろっていう。松浦さん、初のスパチャ失礼します。素人の私からすると、エンタメとは人前で歌や演奏、お芝居をして楽しい気分にさせるだけしか説明できません。しかし過去の会長のエンタメについての説明を聞くと、それだけではない気がしてならないです。会長の過去のコメント、政府はエンタメ分かっていない、ジャニーさんはエンタメ分かってる、松浦さん教えてください、エンタメとは何なのでしょうか。簡単じゃん、はい、あのその相手もしくは大衆を喜ばせることでしょ、うん、だから俺は YouTube なんかやる必要ないけど、うん、やってる理由は楽しいんでしょ、はいはい、じゃなかったら5000人も見ないこんなのね。そうだからサービス精神が旺盛になって、うん、余計なこと言ってニュースになって、会社に呼び出されて怒られるっていうことですよ。あのさ、会長が怒られるんだからね。てかめっちゃおもろいよね。なんて会長、会長が怒られる。すいません。すいません。あまり酔わないようにします。でもさ、酔わないと、酔わないと、俺ほんとおとなしくなっちゃうから、うん、まあまあまあ今日俺いい感じだと思いますよ、うん。